日本人のルーツは DNA レベルで中国、韓国と違う。こんにちは。ゆるふわチャンネルのいのりちゃんです。日本人のルーツってどんなイメージがありますか？九州と韓国が陸続きの時に朝鮮半島から渡ってきてという説がありますが、本当でしょうか？そんな日本人のルーツをクローズアップしていきますね。日本人のルーツ。結論からお伝えすると、中国や韓国、東アジアの人たちと日本人の間にははっきりとした違いがあります。日本人のルーツに関する研究は DNA レベルで進んでいて、縄文人の DNA 分析に成功したことにより、日本人のルーツがかなり明らかになってきました。縄文人とは、文字通り縄文時代の人たちです。多くの遺跡や縄文土器を日本各地に残しました。そして私たち今の日本人は、この縄文人と後に大陸からやってきた弥生系の人たちを先祖にしていると考えられてきました。しかし、どんな人たちだったのか、私たちに DNA レベルでどう影響を与えているのかははっきりしていません。 DNA を調べる技術が高まり、現代の日本人と縄文人のつながりが明らかになってきました。縄文人の DNA。 福島県の貝塚から発見された縄文人の歯の DNA の分析を、その DNA の分析の結果と、韓国、中国、アジア各地、そして日本人の DNA の膨大な量の分析結果を比べてみると、アジアの大陸の人は比較的分布がまとまるのに対し、日本人はそれと大きく違う範囲に分布していることが分かりました。まとめると、日本人は縄文人と似た DNA を持っていて、彼らが祖先である可能性が高いということです。韓国、中国などの DNA 縄文人とは離れていて、別々の祖先でもあります。北経由と南経由。海面は今より100メートルも低かったので、サハリンと北海道は陸続きでつながっていました。そこでマンモスを追って北海道に来た人たちが日本列島に広がっていったと言われています。また対馬のあたりもつながっていましたので、獲物を追って南経由で朝鮮半島から渡ってきた人たちもいます。ですが DNA の分析の結果、北経由で来た人たちが多いことも分かりました。北海道と沖縄の人たちは顔つきが全然違うので、この説には納得できます。これからの研究、もっと深掘りをしていっても裏付けがあるんですが、今日のご紹介はこれくらいにします。他のアジアの人たちに比べて、日本人はどことなく違う顔つき、性格の気がしていました。それが裏付けされたみたいですね。とはいえ、まだまだわからないこともたくさんあります。今後、さらに DNA 研究が進めば、私たちの先祖の知られざるドラマが明らかになってくるでしょう。楽しみですね。いかがだったでしょうか。研究が進むことによって、今まで曖昧だったことが分かることは、結果がいいことであれ悪いことであれ、とてもいいことですよね。
皆さんはどう思いますか？コメントお待ちしております。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。